今日は石井東吾先生にジークンドーを教えていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。OK です。ありがとうございます。あとは重力を効かせるときに重力ここでこう例えばこう浮かせて落とすだけで、はい、このゴワッ重さが重さですね。そう伝わるんですよ。ちょっと想定外だ。ここからドンってこれここにドンってこうこれだけよし。ほらこれこの瞬間にこの落ちてるんですよね、うんうん、これがパーっていう突きじゃなくて打った瞬間にスカッ、はい、で簡単にできる方法としてインパクトの瞬間に腹筋を折る。締めるでしょ。そう、締めるでこうくの字にするんですよ。ほうグッてほら変わりますよ。これこのかかとをスンってつけるだけの打ち打ってみましょう。そうそう、うん、おいしょ、きたおどうすか感覚的に。あのちょっとこの状態ほら、うん、全然違いますよね。そう、この重さがそう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 。でそれにプラスだからさっきのパンチファーストを乗せてこのインパクトの瞬間に今のかかとのこの使い方をするんです。そう、だこの要はこの膝の抜きですね。ははは、これを伝えてる。なるほどなるほどそうか、じゃあ一瞬上に行ってそう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 ですよ。だ結構この単純な動作に見えても体内の感覚と外側ではやることが結構たくさん、うん、なるほどなるほど、あるんですよね。どんな重さが、うんうんうん、OK! どうすか、重たい、重たい、めっちゃ重いよね。やば。強くなった。また僕強くなった。ありがとうございます。簡単な方法としてさっきの腹筋を合わせるっていうのは結構その初心者の人でも簡単にこれはイメージしやすい。できるですかね。じゃあこれで。ストリバイク。ここでこう入れちゃうんですね。そんなにこう、まあ、前傾姿勢にならなくても。あ、こっちでちょっとこの、ほんとこの瞬間にこれをこう入るだけで、この腹筋を締めるっていうのは前足に落とすために締めてる感じですか。いや、ただこの腹筋のこの伸縮をこれを利用してる感じですね。はい、いろんなことを総動員させてるんですね、ほんとね。そう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 、インパクト、おねえやばいキュッてキュッて感じです。ありがとうございます。やばい、なんだろう、なんだろう、こうダメだ教えちゃうこのジークンドーっていろんなものをなんか効率的に足していくんだなってイメージですね。なるほど。その僕がやってることどっちかと引き算の要素が多くて、はいはい、まあ減らしていくんですけど、ジークンドーは本当いろんなこの、なんまあ、工夫ですよね、身体工夫ですね。そう、それは別にジークンドーじゃなくても、はい、ないんですけど、そう、ただのなんですよ、僕が体が小さいし、まあ、その力があるわけでもないので、自分の身体をより効率的に動かすための工夫、うん、工夫ですね。そうです、そうです、なるほど、はい。ワンイチパンチもちょっと やらせてもらいます。ああ、ぜひぜひぜひ。このね、体の中を通すっていうのが本当に
あの足がこうなってますよね。足はそうこうまずこう構えます。こう構えた。そうでなんで こっちに少し内側に向けるかっていうと、この分回転力がこう伝え、はい、そうそう。でただここでひねるだけじゃなくて、こいつをここに目指すような感覚だと、うんうん、これがこうもうちょっと上に。あ、こうですか。そう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 。まあ、なんていうこのただこれを回すとこれが逃げちゃうじゃないですか、はいはいはい、力、はい、これだとただ足が回ってるだけで連動性がないんですよ、うんうんうん、ここに骨盤をこうイメージして、ここから背骨通って肩甲骨通って回していく、アライメントっていうのを合わせるために連動させるんです、はい、だからこの構造が強いんで、そう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 、そろえるのが強い、はい、はい、この普通にやっちゃうとどうしてもこうここが別々になっちゃう、そう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 、あ、そうそう、一緒にするってことです、そうで、ただここも曲げすぎちゃうと、はい、ここ下に逃げちゃうんで、なるほど、これは上にこう、あ、上に行く、そう蹴る感じですか、そうですね、ここからこう伸ばす感じ、伸ばす感じ、こう、もっともっと、そう、へえー、じゃあ本当にあんまりこう前に突っ込まない、突っ込まない、突っ込まない、突っ込むとここにアースしちゃうんですよ、力が、なるほど、はい、でこう打った時にそうそうですね、でこのかけ肩がこうあんまりなんですか、背中が見えないように、背中が見えない、本当にこう揃えるこうなっちゃう、そうそうそう、こうなっちゃうんですか、はいはい、力が逃げちゃう、なるほど、まっすぐ、あ、そこら辺本当合理、こういかに逃がさず、ほらこれでこれ横拳だと、もうブレーカーですね、そうこの3つで当てる感じ、 OK、 おお、そう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 です、そこなんですか、ここを意識して、ここを意識して、そう回す、あ、腰を回すんですか、腰使って、そうですね、はい、いいことだと、でここをね、もうちょっとここの緩めて、骨盤のここを、なんていうんですか、こういうふうに入れて緩めておくと、結局ここで角度がつけられるので、これが最初からこう構えちゃう、あ、なるほど、ま、もう回っちゃってる状態になっちゃうんで、はい、これがちょっとこういうふうに余分を持たせて、ここから、パッていう、こう回る。この、すみません、これと、そう、回転と、あと、なんですか、これとこれと、あとこれか、そうそうそう、プッシュ、このプッシュは前と上にかける感じですね、それをちゃんと認識して、そう、認識して、で、このインパクトの瞬間にすべてこの形がカチッって揃える、あ、そう、だからこれが、例えば、こうやって、先にじゃあ腰を切ってしまったりすると、こうやって連動できてないですよ、はい、逃げちゃってるんですよ、はい、これが、はい、だからこのインパクトの瞬間にこの完成のフォームに入れるとちゃんと、そうそう、動作が連動してフォームが一致するとちゃんとした力が働いてる、いいじゃないですか。遊びを作った。そうそう、遊びを作った。蹴るとかひねるっていう行為が全然邪魔にならないというか、こうちゃんとロスなくね、うんうん、そう連動するとすごく気持ちよくパシッてパシンと伝わりますね、はい、あの残すやつを教えてもらって、残すやつはこういう引きのパンチを打つと体に、はい、これでやります、うえぇ、こういうパンチです、この押すパンチじゃなくて、うわー
ポンって。これはさっきのやつを引けばですか。そうそうそう。でもっとな体の中でボンってこの爆発イメージですね。そう、爆発のイメージ。これやばいな。それを作ってこれを揃えポンって揃えるのとポンとか本当にこうリラックスして、はい、打った瞬間にもう引く、もうスナップさせるような、うんうん、いいよ。いいっすよ。お願いします。いいっすね。おっしゃ。なんすか。ありがとうございます。いやー面白い。こういう原理があるってわけですね。そうですね。結構その、まあ、沖縄憲法もそうですし他のこともそうなんですけど、結構なんだろう、今までやってきたことと結構違ったんで、はい、最初結構戸惑ったんですよね、はいはい、だけど、これジークンドーの技術って結構そのなんだろう、格闘技をより近代格闘技より繊細にしていったらこんな感じ、うんうん、すごい入りやすい感じじゃないですか。だから結構早くできてましたもんね、あの格闘技。そう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 なんですよ。すごいなぁ。やっぱブルース・リー先生が、まあ、そういうのを研究してまた合理的にたどり着いた境地、はい、そうですね、はい、この五体をフル活用するためにはどうしたらよいのかっていうのがテーマで作られた武術なんで、ぜひ誰強道場でも教えさせてもらって、まあ、もちろんです、はい、ぜひ勉強させていただきます、はいはい。いやちょっとねこれ練習しよう。フットワークの稽古とかもずっとやったりするんですか。もうずっとですね。それはもう基礎のこの前後こう左右っていう、まあ、そこからいろいろ変化していろんなあの種類があるので、それをもうひたすら鏡見て稽古して、本当にもう寝ても覚めてもフットワーク。だからこんなねすごい、もう滑るようにこうねシュルルルルって動いてきますよね。そう、最初先生がそういうフットワークを見せてくださって、それがやっぱすごいなと思って、でこれにはやっぱもう基礎しか、うん、もうそこに行く一番の近道じゃないと思って、なるほど、もう本当もう本当3年以上やってましたね、ずっと。まあ、未だにフットワークは練習しますけど、うんうんうん、やっぱいかに精密にこうやるか、自分の一番いいスタンス、はい、でこれに対して前に行った分後ろも引き寄せるんですけど、うんうん、これが同じ、歩幅ではないと、はい、ここのスタンスって結構広くなったり狭くなったりしちゃうので、はい、そこをまず精密さを、うん、作っていきましたね。そうすると一定のこのここの空間が保てるわけです、うんうん、でそうするとそこからの応用も効かせやすいので、しっかり精度をちゃんと意識してこうやる、うん、ベースがちゃんとこれがまあできてくれば、あとそれをまあ変化させるのがそうそう時代になってくる。そこまでがすごい大変なんですけど、そうなかなかね、結構例えば面白いんですけど、この線あるじゃないですか、この横の線、はいはいはい、でこれじゃあ左右に動いてってこうやって動くんですけど、はい、これがみんなこう動いてるとだんだん、うん、ほら左に動いてるんだけど、うん、後ろに下がっちゃったり、うんうん、斜め前にこう斜めに行っちゃったり、はい、でこれで精度ができてないってことなんです。真横に動くっていうのはしっかりこの線上でスッてこう、うん、狂いなく真横に動けることが重要なんで、やっぱ戦いにおけるその間合いっていうのがねとてつもなく重要だから、もうそれをやるための土台っすね本当に。そう位置取りと、そうブルース・リーはいい言葉を残してるんですけど、はい、僕は感銘を受けた言葉なんですけど、技術の優劣は足の使い方にある、うんうんうん、もう本当にそれはジークンドーを表現してるなっていうセリフだと、うん、言葉だと思うんですけど、うんうん、まさにそのジークンドーではそのフットワークの使い方が肝になってるんで、うんうんうん、そこで相手を支配していくっていうのをコントロールしていくっていうような感じですかね。まあでもな、まあ、以前石井先生とこう組手した時もそうですけど、本当にやりづらいですよね。ずっと嫌なところにこうね、うん、それはやっぱりその正しいしっかり精密のなフットワークをできるように
本当にじゃあ右に 真横に動けてるのっていうのをこういう線を使うラインを使って、うんうん、あの練習するといいんじゃないかなと思いますよ、はい、よく言われたのは自分が自分の先生になんなきゃダメだよ、うん、だからインストラクターから注意されることを前提として稽古しないで、うんうん、自分でちゃんとセルフチェックができないと結局自主練も違う方向行っちゃうじゃないですかそういうことでやっぱりこの自分で自分自身をチェックできるっていうことは、うん、原理原則が理解できてないと、はい、頭で理解できてないとチェックができないじゃないですか、はいはい、どれが正解でどれが NG なのか、うん、っていうことをちゃんと理解して自分の体でフィードバックしていくっていう傾向が、うんうん、あの重要なのかなと思いますね、うん、それが多分上達への道かな。いやでもその通りですよね僕が稽古で生徒によく言うのはあの正しいフォームで終わりなさいっていうことを言ってるんですよ。例えば、はい、なんかこうミスしちゃって間違えちゃったら、うん、一回またこうって正しいフォームに直して終わって、うん、でまたそれをそこにあの自分の体を当てはめてこう、うん、形にはめてこうやると、うん、どんどんあの正しいあのフォームっていうのができてくるんで、うんうんうん、それが重要なのかなと思いますね。うん、鍛錬みたいなこう体を作っていくみたいな稽古ってあるんですか？はい、それは、はい、あります他にその公開できる鍛錬的なのってあったりするんですか？いや鍛錬方法ってあんま本当先生に怒られちゃうんですよ。あなるほど、なんで分かるんだ、見せてんだよ、バカだねあなるほどなるほど武術って鍛錬方法こそ、そうですね、重要じゃないですか。はいはいなるほど、じゃあそこは本当隠してるテクニックなんかいいんだよってそんなの見せた。なるほど、そう鍛錬方法は普通武術家は見せないよ。ここ今のは言っていいですかこれすごい重要で多分ジークネーム入りたいって人が増えますよあでも鍛錬方法はもちろん稽古ではするわけです。あ、はいはい、いやそこにこそやっぱ我々武術家は興味があります、ね、そうそうそう、まあでも確かに、ね、それこそが本当に武術のねそうですコアですよね、はい、なるほど。じゃあジー君、まあ、石井先生のとこ行けばその鍛錬を学べると深いとこまで、ね、はい、興味あるなじゃあジー君独自の鍛錬方法もありプラスその東郷先生独自の鍛錬方法もありってことね。はいはい、そうですね、はい、またぜひちょっとぜひぜひ教えてください、はい、いやちょっとまた深いところまで教えていただきましたはい、また僕ちょっと今日進化できた気がしますありがとうございます、よかったですまた教えてください、はい、またありがとうございました。ありがとうございました。ジークンドーの石井東郷先生でした、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いやでもさすがですね、この隠してるんですね。でもやっぱこう身体がこう開発されていくと思います。すごい感動がありますよね。まだ人間ってこんなことできるんだ、つまり人が強くなるとこれが必要なんだなみたいな、すごいこう